教員養成セミナー7月号パワーアップノート教育法規の解説を始めます。講師の上竹です。で、A の方の最後ですね、児童生徒の懲戒体罰の、まあ、4つ目、です。で、2つ目の処分としての懲戒についての、まあ、動画を見ていただいた方は、そこで、この退学定額の適用範囲に関する表をお示ししたかと思います。でその中で一つ、まあ、残された課題があるんですね。でじゃあその残された課題は何かというと、この市町村立の就学指定される学校というのは、どんなに問題があったとしても退学にすることも定額にすることもできないんですね。ですがもちろん市町村立の義務教育小学校であっても、その学校の秩序というのは、まあ、守られなきゃいけないんですね。なのでじゃあこの退学も定額もできない市町村立の、まあ、義務教育小学校、就学指定をされる義務教育小学校でどのように秩序を、まあ、維持するかということについて、まあ、関して、作られた規定が、性交不良の児童生徒に対する出席停止です。で出席停止という言葉はおそらく感染症の関係で、まあ、すでに出てきたわけですし、あの日常の中で聞いたことがあるかもしれません。出席停止、欠席ではなくて出席停止というふうな、まあ、説明をされたことがあるかもしれません。でこの出席停止の一つ、感染症とは別にその出席停止の一つとして、性交不良の児童生徒に対して出席停止をするという措置が、まあ、取られることがあります。でどういう規定なのかというと、次に掲げる行為の1または2以上を繰り返し行うと性交不良であって、というふうにあります。で次に掲げる行為の1または2以上というのは、この第1号から第4号までです。まあ、他の児童に障害心身の苦痛または財産上の損失を与える行為というふうに、まあ並んでいます。こういった行為を繰り返し行う場合に、その人、その、まあ、児童生徒のことを性交不良だというふうに判断をします。そして児童の出席停止を命ずることができるというふうな規定があります。で、これは、欠席ではなくて出席停止ということなんですが、この性交不良の児童生徒に対する出席停止については、まあ、いくつか問題の作りどころがあります。でまず一つ目は手続きです。手続きとしては、市町村の教育委員会が保護者に対して行います。誰に対してという規定が、まあ、明記されているのは、まあ、比較的珍しいんですが、市町村の教育委員会が保護者に対して行います。でこれも先ほどのところですが、市町村立の義務教育小学校を、まあ、念頭に置いた仕組みなので市町村の教育委員会です。そしてじゃあなぜそのまあ当該児童生徒ではなくて保護者なのかというと、保護者は憲法上、教育を受けさせる義務、まあ、学校教育法では学校に通わせる義務というのを持って、まあ課せられています。児童生徒が学校に通うのは権利です。憲法26条第1項の教育を受ける権利、まあ、いわゆる学習権と言われる権利に基づいて通います。それに対して保護者は憲法上の義務を、まあ、履行しているわけです。なのであなたの憲法上の義務を一旦停止しますよということになるので、保護者に対して命ずるという形をとっています。誰に対してというのが書かれることは、まあ、非常に珍しいんですが、ここで言うとその当該児童生徒に対してというふうに、まあ、変わってくると、変えてくるという選択肢を想像しておいていただきたいんですね。でもう一つです。この性交不良の児童生徒に対する出席停止というのは定額ではないですね。定額ではない、定額ではないということは懲戒ではないということなんですね。
で、定額ではない、懲戒ではないということにどういう意味があるのかというと、これまあ一つ目の動画でちょっと説明をしたので、そこでまあ見ていただいた方はお分かりになるかと思いますが、懲戒というのは懲らしめる、戒める、つまり反省させて更生させるために行われるんですね。ですが、この性交不良の児童生徒に対する出席停止は定額ではなく懲戒ではないということは、選択肢では例えば懲戒として出席停止を命じたとか、反省を促すために出席停止を命じたというふうに、まあ、誤りの選択肢を作ってきます。で、じゃあ、懲戒ではない、反省を促すためではないだとすると、じゃあ何のために行われるのかということです。それが今この2行、ここで言うと2行目のところです。性交不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童というふうに言っています。で、これはまあ難しい話をすると、まあロック、ジョン・ロックをまあおそらく中学の公民で聞いたことがあると思います。で、そのジョン・ロックという人が侵害原理という原理を提出しているんですね。他人の権利を侵害した者は当人もその権利を侵害されうるというふうに、つまりこの他の児童の教育に妨げがある、他の児童の児童生徒の教育を受ける権利を侵害したというふうに捉え、その他の児童生徒の教育を受ける権利を保護するために当人の教育を受ける権利に、制限を設けるよという論理なんですね。なので、採用試験でそこまでのことを聞かれることはないかと思いますが、じゃあ、定額ではない、懲戒ではない、反省を促すためではないという、選択肢、間違いの選択肢を考えたときに、じゃあ何なのかというと、今、説明したような原理によって、この性交不良の児童生徒に対する出席停止という規定が設けられています。で、この性交不良の児童生徒に対する出席停止は、2つ目の動画で扱ったこの処分としての懲戒の中で、規定できない、規定できないというか、賄えない部分、この、市町村立の義務教育小学校で退学も定額もできないという中で、じゃあどのように秩序を守るのかということで、この性交不良の児童生徒に対する出席停止という措置が設けられていると。ここの処分としての懲戒と、懲戒ではないんだけど出席停止という措置が設けられているという関係ですね。そこはちょっと整理をつけておいていただければというふうに思います。では児童生徒への懲戒体罰4つ目、性交不良の児童生徒に対する出席停止に関する動画をここまでということにいたします。